中部エリアのウェザーニュースアップデートです。今日は強い日差しが降り注ぎ、夏を感じる空が広がりましたが、午後になってところどころで雷雲が発生してきました。富山市のひろゆきさんからは、いきなり大雨になりました。雷も鳴っています。被害が出ないことを祈るのみですとリポートをいただいています。昨日は大規模な雷雨となり、大雨による被害が出たところもありましたが、今日も突然の雨や雷が心配です。帰り道は天気の急変にご注意ください。続いて明日の天気を見ていきます。太陽ギラギラの夏空が広がります。強い日差しが照りつけてじりじりとした暑さになりそうです。ただ午後はまた山の近くでにわか雨や雷雨となる可能性があります。明日は晴れるところが多いようですが、山の近くでは夕立の可能性があります。昨日大雨になったところでは地盤が緩んでいますので、少しの雨でも土砂災害が心配です。天気の急変に気をつけてお過ごしください。それでは、ウェザーニュース。